では、トライクールの2部 を始めていきたいと思います。で、ちょっとバラード目なんですけど、ちょっとね、2部は1人で歌っていきたいなと思います。じゃあもう早速始めちゃいますね。聞いてください。希望の空。願い。
なんとびっくり。前の音源。どうしようかと思っちゃった。大丈夫ですかね。大丈夫かな。大丈夫か。ちょっと前の音源だったんですけど。まあ、皆さんには歌はちゃんと聞かせられたかなと思います。思います。ではですね、どうしました?OK です。わかりました。ということで、ちょっと寒いのでね、早いとこ次の曲行こうかなと思います。次の曲がですね、鬼塚サリーさんの、楽曲をいただいたんですけど、ワンウェイという曲を歌わせていただきたいなと思います。それでは聴いてください。ワンウェイ。ワンウェイこのまま進む先には
持つ手がめちゃめちゃかじかんできて、なんかマイクが冷たいっていうか、マイクって冷たいじゃないですか。どんどん手がどんどん冷たくなる。みんなちゃんとグッパーとかしないと、多分血行が悪くなるから、みんなグッパーしましょう。伊藤さん、あ、いい感じで頭にした、よかったです。はい。頭にましたね。じゃあ、次の曲なんですけど、ちょっと次の曲はみんなでこう小さな虹を描きたい曲なんですよね。なので、まあ、ちょっと寒いと思うんで、一緒にこう体を動かしてもらえたら嬉しいなと思います。それでは聴いてください。小さな虹の歌。
ありがとうございます。本当ね、この曲が最後だったんですけど、なんかちょっと時間があるよとのことだったので、ちょっと次の曲で最後になります。はい。でも1曲増えたんだからいいじゃないですか。でね、ちょっといいのかわかんないけど、ちょっと春にちょっと登場してもらおうかなと思います。じゃあ最後の曲はあの桜って曲なんですけど、まあ、ちょっとなんか踊れたらいいなって、もう準備始まってるんで。もう準備してくれた。あ、はい、ありがとうございます。ワイヤレスを用意していただきました、ありがとうございます。じゃあ次の曲で最後になります。さっきも歌いましたが、2部でも、まあ、ラストはね桜だろうということで、聴いてください、桜。
ありがとうございます。どうも、ね、歌いながら踊れたリベンジできた、よかったです。そしたら、なんか来年の抱負を話そうみたいなね、回をちょっとやりたいと思います。ちょっと寒いですけどね。あ、じゃ あのマイクを持ってもらおうかせっかくなんで。あら、ありがとうございます。じゃね、今回はね、このようなね、素敵なイベントをね、主催してくださってねもう感謝ですね、言っちゃった感謝です、ありがとうございます。ありがとうございますめっちゃゆるーっと拍手始まったけどまあちょっと来年の抱負でも話そうかなって思う前に、今年の振り返りをしようか、まず今年はどうでしたか。今年はなんかもうあっという間に駆け抜けた感がすごくって、なんだろうな、トライクールになって半年だったけど3年分くらいの濃さがありました。そんくらいめちゃめちゃ濃かったです。皆様のおかげです、本当にこれはありがとうございます。はい、私なんだろうな、葵さんは何でしょうか。私1月の6日にこの活動を始めたんですよ、はい、あ、じゃあもう本当にもう少しであと1年そうなんですよ、ね、すごいなんか1年本当にね、背の高いあの黒い人とマルバさんともうちょっとバトりながら過ごした1年だったなって思うんですけど、本当になんかいろんなことあったなって、本当にね、怒られたこともね、千春と一緒に富士山登ったこともね、たくさん本当になんかね、そして本当に活動しなかったら皆さんに出会えなかったんで、そうだよね、本当皆さんに出会えたことが本当になんか私にとって本当に1年間財産になったなって思います。本当に出会っていただいて本当にありがとうございます。奇跡だもんね。いや本当奇跡よ、うん、じゃあちょっと来年の抱負、来年の抱負、はい、お願いします。来年はですね、今年以上に踊って踊って踊りまくって、そして安全運転で行こうと思いますのでそこ大切だから運転ね、はい、安全運転で行きますので、これからもお願いいたします。ありがとうございます。抱負なんだろうあります、抱負、抱負なんだろう、なんだろうな、毎日抱負全然考えてなかった、抱負抱負話そうと思ってたけど、抱負何も思い浮かばなかったけど、なんだろうな、まあ無事に CD とか、なんか無事にリリースとかいろいろできたらいいな何事も無事にね、無事になんかこのトライクール葵としての生涯を終えないけど生涯を過ごせたらいいなと思います。はい、あとはみんなにね、見放されないように頑張りますそこ重要そこ重要、そう、そこ重要、みんなにもういいや葵って思われないように頑張ります本当にね、来年もよろしくお願いしますありがとうございます。そしたらなんかこの後にちょっと告知とかしましょうか。あ、はい、はい、なんかこの後ですね、あの15時半からトライクールと一緒にファンミーティングをやろうと思うので、よかったらね、ご飯代、皆さんのご飯代分しか、料金かからないので、まあ、年の瀬だしね、みんなでご飯を食べましょうということで、ぜひよかったら参加してください。あとですね、なんかその今日の朝私たちも知ったんですけどなんか私たちの作った日本酒がもうできてたらしく、実は完成です、完成、そうで、トライクールラベルはまだできてないんですけど、中身だけってですかがちょっと出来上がってたので、はい、ちょっとね、ちょびっとずつ飲めるのかな、みんな、なんか飲めるらしいですよ、なんかそのミーティングに参加した方を飲めるみたいな話を聞いたので、車のことはあれか、だけどね、皆さん車じゃないの、ね、私も思った、みんな車かと思ったけど、はい、まあね、ちょっと、ちょっと、大丈夫じゃないか。大丈夫じゃないか。危ない、危ない。わかんない。私、運転はやったことないからわかんないけど。まあ、ぜひね、皆さん参加してください。そして、この後、23時からですね、ミトラク横丁にて、パフォーマンスもやらせていただきます。一緒に年を越しができるので、カウントダウンができるので、よかったらね、遊びに来てください。曲は終わっちゃった。では、以上、トライクールでした。ありがとうございました。ありがとうございました。